金着殿と日和田山日高市は埼玉県の中南部に位置する市である。かつては入間郡日高町であったが、1991年10月1日に市政施行し、日高市となった。埼玉県全体の工房で見ると、東西のほぼ中心、南北ではやや南寄りに位置する。山勝の秩父地方や、外秩父山地を除いた人口が多い埼玉県平野部では、 西寄りの市である。隣接市長は、北側が、諸山町、坂戸市、鶴ヶ島市、東側が、川越市とさや山市、南側と、西側は、反応市である。市東部は、関東平野の西端に位置し、おおむね平坦。市西部は、外秩父山地の登録で、丘陵地が広がっている。そのため西部を中心に、ゴルフ場が点在している。豊かな自然が残る日。 和田山、近着田周辺は、ハイキングコースがよく整備されており、年間を通して、東京近辺から多くのハイキング客が訪れる。一方、駒武蔵大団地や西部反応日高分譲地、日高団地など1970年代後半から、続々と住宅地が開発された。近年は、駒川駅周辺と武蔵高萩駅北口周辺で、 土地区画整理事業が行われ、宅地化が進行している。716年に設置された武蔵国高来郡、高来座との地で、当時の高来軍大寮に任命された、朝鮮半島に存在した三国時代の高栗の王族の高来若光を祀る高来神社が鎮座する。高来軍には668年に、塔に滅ぼされた高栗から亡命してきた、トライ人が入植した。 江戸時代には高萩地区に日光脇王館の高萩塾が設けられた。江戸時代には市域内に36村があり、明治に入っても江戸時代からの村がほぼそのまま残っていた。1888年4月の町村制交付により村の合併が進み、翌1889年4月に高来村、駒川村、高萩村の3村に統合された。 第二次世界大戦終戦後、1953年8月制定の町村合併促進法により、日本全国で市町村合併が相次いだ。これにより、1955年2月に駒川村と高来村が合併して、日高町が発足。さらに、翌1956年9月に高萩村を編入し、現在の日高市の地域が確定した。 戦後の高度経済成長を経て、東京のベッドタウンとして人口が増加。1987年には人口5万人を超えた。1991年10月1日に市政施行し、日高市が発足した。バブル崩壊後の1995年以降は人口が微減傾向にあったが、2005年から2010年には一転して人口が大幅に増加した。 増加率は7.24%を記録し、全国の市町村で第38位、全国の市では第15位の伸びとなった。花の名所である金着電を含む高麗号一帯は、観光客だけでなく、学校遠足の行き先として人気が高いことから、日高市は2017年4月8日に遠足の聖地を宣言した。市外局番は市内全域が0 4に、 市内局番が 91X、97X、98X の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は武蔵日高電2局、高来局、反応緑町局、反応警察署の管轄。郵便番号は市内全域が350から 12XX である。一般路線バスは主な運行系統のみ、 経済1996年よりコミュニティバスとして日高市内循環バスが運行されていたが2007年に廃止された。ありがとうございます。